さん、私立花亮と申します。今回はですね、モンストをやっていきたいと思います。モンストやってたのかって言われるとね、エンジョイ勢というか、まあ、ライト勢というか、そんな感じでございますね。ランクも212でございます。まあ、どれぐらいかというと、覇者の塔はクリアできてるけど、封印の塔は全然やってないと、そんな感じでございます。ということで、プロ玉41個あります。これをね、引いていきたいと思います。41個引くんで、あれですね。お、プロ星玉がたまるということでございますね。佐護城でございます。なんか星5の中でも、星5になるキャラでもね、使えるキャラがいるということで、まあ私全然わからないし、多分星5のキャラクターが出てきても誰ってなる可能性が非常に高いですね。これはフレイヤかな。なんとなく知ってるキャラもいるけどね。なんかチャイコフスキーが使いやすいっていうのは、なんか使いやすいっていうか、刺さる部分がある。近畿の極、まあ、私ね、近畿の極に、お、マコキルラキルのキャラ、私キルラキルあんまりちゃんと見てないんでね、なんとなくしか見てない、それぐらいの知識しかないですね。プロメアも見に行ってないけど、プロメアはね、でも見に行きたいなって思いましたね。まあそもそもプロメアのが映画で上映されるっていうことすら知らなかったっていう、モンストで知ったっていうぐらいのね、あ、マコところですから。20体じゃないな、私星5のキャラがね、運極ラック75になったこともないので、あのガチャゲンでね、75だから15体いれば、青い、あ、これはこれ星5っぽい、リコール、あ、重心化もしているね。え、最初に触れた、あ、まあちょっと分かりませんが、後でなんかいろいろと評価を見てみたいと思います。星3だったね、星3じゃない、ラック3だったね。だからこのね、プロ玉せっかく41個ありますから、ここでね、なんかこう星4キャラのラック75、まあ90ちょっと作りたいなと思いますけどもね。やっぱコラボキャラって結構強かったりするじゃないですか。私あの前回のブリーチコラボの時に、最初全然引くつもりなかったんですけど、夜市さんが覇者の何階だったかな、なんかめちゃくちゃ使えるステージあるんだよね。そこにもう3体編成というか、もう艦隊で行くとめちゃくちゃ楽にクリアできる。私あそこが一番ね、辛い部分でもあったので、おまこ、その点でね、めちゃくちゃ本当にありがたかったですよ、夜市さん。で、その時に、オーブが40数個しかなくて、急いでなんかこう、なんで遊戯場とか、ひらめきの遊戯場とか、行ってさ、ひらめきの遊戯場も全然やってなくて、1から3やると、もうすぐにオーブ手に入るじゃないですか。そこで10個ぐらい稼いで、でブリーチコラボ引いたら、その一発で夜市さんが4体出たのかな。だから自分でフレンド設定して、その夜市さん4体でいけるようになったんですよ、その覇者のあのあそこなんだっけ、あれ何が必要なんだったかな。ダメージウォールと重力と地雷か、
そう、それを持っている貴族生のキャラが私はもう全然いなかったので、本当にね、夜市さんのおかげっていうところがありますね。ブリーチコラボの話ばっかりしてるけど、マコ出るな。今回もこのプロメアコラボのヨーコとマコはなんか使えるステージとかあるのかな。まあ、もしね15体しか出なかったらラックマックス作るよりも4体ぐらい残しといた方がいいのかなっていう気がするよね。どうなんですかね。私は本当にモンストのことをほとんど知らないのでモンスト自体をねほとんど知らないから、そのガチャゲンのプレミアムガチャの星4キャラ、コラボの星4キャラがめちゃくちゃ強いと。アビリティも結構多く持ってたりね、4つもあるからね。超アンチワープ、カウンターキラー、アンチブロック、魔法陣ブースト、すごいね。魔法陣ブーストまであるんだ。いやもう本当に魔法陣は嫌いだからな。あの魔法陣なんでこう最後ニワトリじゃないわ、ヒヨコで終わっちゃうんだろうね。おー、嘘きたー、まとい流行、いやいいですね。やった、アンチダメージウォール、魔封じ、アンチワープ、SS ターンチャージ。へぇ、 SS ターンチャージまであんの。20個で1体いいんじゃないですか。まあね、確率的に言えば10連で1体は出てほしいっていうところなのかもしれないけど、でもプロ玉の確率ってどうなんだろうね。書いてあんのかな。まあ書いてあってもなくても無料なんでね、そこは贅沢言えないですよね。マーコ何体出たんだろう、もう覚えてないな。でも結構出てると思うけど、でもさすがに15体は出てないな。まあラックマックス作ってどうこうっていうのはまだちょっと私にはねないですけれども、オーブ50個あるな、どうしようかな。まあこの後ね、いろいろとその重心祭とかあるとは思いますが、超重心祭、激重心祭、サラスバティ、なんか星5っぽいなと思ったら星5だった。あ、まだ重心買わないんだ。いやもう全然わからん全然わからない強さが、どこに刺さるみたいなのもさ、やっぱりわからない。本当にまず豪絶とか一回も行ってないしね、行けるまだプレイヤースキルがないですよ。刀身とかも封印の玉露でなんか2回ぐらいやったぐらいだしね、そのぐらいのね、エンジョイ勢、ライト勢には持て余すキャラクターかもしれない。おスクールド、あー見たことある見たことある、なんかこっちをフレンドにしてる人が見たことあるけど、なんかすごい使わなそう。もうそのフレンドもしかしたら99日以上ログインしてないかもいやすごいよね、だって41連ですよ。あ、というかあれだわ、
この収録日的に言うと今日なんか1個プロ玉もらえて、で前にもプロ玉1個もらえたから実質42。前何手に入ったか覚えてないんだよな。でも覚えてないってことは星5じゃなかったっていうことだと思う。すごいよね。いや42連分もらえてるっていうことでしょ。ああもうあと12個になってしまった。プロメアもね、そうそう今日ねあれなんですよ、これモンストの日付が変わりましたってなるのが4時、朝の4時じゃないですか。だからプロ玉20個しか持ってなかったんで3時55分ぐらいにこの映画館近くに行ってプロ玉10個を手に入れ、で、ね、4時に日付変わりましたってなってもう10個手に入れるというね、なんかこう荒技みたいな時短的なことを、ね、しましたね。そこまでしてってね思われる人たくさんいると思いますけれども、まあするでしょ。なのでこの40個っていうのがねいいよね。しかも1回で10個手に入るっていうのがさらにこうなんかこうなんていうのいいなってなんていうの、1日1個で40日間で40個手に入れてねじゃないのがさいいじゃない。そんなに映画館足運ばないよみたいな人もいるじゃない。あとね、家から映画館まで遠いんですみたいなね人もいるじゃないですか。まあさすがに1時間ぐらい映画館まである人は大変だとは思うけどね。1時間、いやさすがに2時間はないと思うけどね。まあ自転車とか持ってる人だったらそこそこね、運動がてらみたいな感じで映画館行って、しかも土日もさ結構挟んでるからさ、普段ねこう仕事が朝から晩まであってもう映画館なんか行く時間ないよっていう人もこの土日でねなんとかこう行ってもらえればみたいなところではないですか。これプロ玉ってもしかして星玉たまらん？ははこういう特玉ガチャって たまらない可能性あるかな。でもね、的井優子出てますから、出てるっていうことはね素晴らしいことですよね。お、なんか虎と戦ってる。なんか想像してみよう、虎と戦っているということは金太郎は熊だもんね。熊か。わからん。誰？加藤清正。星5で合ってたな。いや、見たことないな。どこで使うのかな。まあ、近畿で使いますよってなっても、私はもう近畿に行くのはもう3年後とかになるんだ。なりそうなんでね、ちょっとわかんないですね。まあこれ星玉溜まってねえな。ちなみにクレイはですね、あと1回クリアすればラックマックスになるかな、運極になるかな。やっぱり星玉たまらないんだね。クレイ。あ、なってるわ。もうなっていた。てか、この画面でわかる。いや、クレイ難しかったな。ということでね。グレンラガン。欲しいな。ちょ、聞こう。強さとかじゃないんだよね、もう。
欲しいか欲しくないかっていうさ、そこが大事だったりするよね。頼む。ん？おお、来た来た来たんですけども、マジか、やった。マコヨーコマコマコマコいや、これマコ可能性あるぞ。マコマコ1,2,3 あ、5,10,15 ぴったんこか、ぴったんこです。どうしようマコでししおまこといるの面白いな。まあこれはなんか後々考えたいと思います。なんかね、マコ4体編成で何々楽勝みたいな可能性もねあるかもしれませんから、今後ね90にしたところで使うかっていう部分ももちろんあるからね、そういうこともね考えながらどうしようか悩みたいと思います。いやでもすごいよ、マトイリュウコとカミナ&シモン出ちゃうか。いや、いいですね。俺を、俺たちを誰だと思ってやれる。ストライクショット。いや、クレイにクレイのダンジョンに入れられるじゃん、シモン&カミナ&グレンラガン。そう、しかもインボリュートスフィアっていうね。でもまあバランス型だからそんな強くはないのかもしんないけど。ということでね、私のプロメアコラボガチャは以上となります。また他の動画もね見ていただければ幸いでございます。では橘亮でした。また見てねー。